感染拡大の防止を最優先に全庁を挙げて取り組んで対策に万全を期していきますのでよろしくお願いいたします。愛媛県によりますと12月30日朝、西条市の養鶏場でおよそ80羽の鶏が死んでいるのが見つかり、遺伝子検査の結果、高病原性の鳥インフルエンザが確認されたということです。県は対策本部会議で養鶏場が飼育する鶏およそ14万羽を殺処分することなど今後の対応を確認しました。今回の養鶏場の半径3キロ以内にある4つの養鶏場で行ったこれまでの検査では鳥インフルエンザは確認されていないということです。愛媛県内で鳥インフルエンザが確認されるのは初めてで、国の疫学調査チームが野鳥の飛来状況など感染経路を調べています。